はい、どうもこんにちは、しばです。それじゃあ今日も元気にシムズ4実況配信やっていきましょう。というわけでね、のっけからすごいところで寝てますね、最悪男爵くんですね、この人は。横にいる人は誰なんでしょうね、お母さんかな。こうね、家の前のベンチで寝てる最悪男爵を心配して様子を見に来たお母さんかもしれない。はい、というわけでね、本日みんなちょっとね、それぞれ思いのことをやっていますけれども、まずはクラフト改築からやっていきましょう。せっかくなんでね、何がせっかくかわかんないけど、せっかくなんで建築やっていきましょう。今日はね、ちょっとね、いいアイテムが見つかったんですよね。いいアイテム、わかんない、いいアイテムなのかどうかわかんないけど、どれだったっけな、これかな、これだこれ。あのね、屋台、そうそう、なんかね、別の動画でも一回作ったんですけど、ちょっともうあんまり覚えてない。覚えてなくて、この屋台がね、すごいたくさん種類があるんですね。で、リゾート地といえばやっぱり屋台かなと思ったんで、この屋台を設置していきたい、たくさん賑やかにしたいなと思ってね。というわけで、屋台設置場所はまあなんとなくイメージ的にこっちなんですけど、ここをちょっとね、どういう風に改造していくか、頭の中で考えつつちょっとやってみましょう。はい、 OK です。こんな感じでね、設置しました。日本料理、アメリカ料理、そしてなんだっけな、シーフードの店だったかな、この3つをね、ここに設置しました。早速ね、この店を活用していく。ここはね、完全にこの3号だったかな、3号のね、島ですよね。冷蔵庫はね、邪魔だったんで、もう1個売りました。で、ゴミ箱なかったんで、ゴミ箱を購入して、提灯ですね。なんか照明とかつけたかったんだけど、ちょっとよくわかんなかったんで、このくらいにしておきましょう。じゃあ、早速ね、確か、自分たちでできないんだよな。雇うしかないんだよね。あ、やっぱ雇うしかないんだね。じゃあちょっと、雇ってみますか。全部。どうなるのか。来ましたね。出勤、おはようございます。来た。アメリカンのお店にね、一人いらっしゃいましたね。そしてもう一人いらっしゃいました。シーフードの店ですね。いらっしゃいませ。そして、あれ？あ、来た。日本料理屋のね、方がいらっしゃいましたね。さあみんな、食べようぜ。わ、いいね。なんか、いきなり賑やかになったね。これ、良くないですか？ね、いろんなアミューズメントがありまして、はい。何を食おうとしてる？ゴミを捨てる。あ、ん？ゴミを捨てる。あ、そっかそっか、ゴミ箱をね、俺設置してなかったんで、ゴミがどっかにあったんでしょうね。えらい、ゴミをね、わざわざ発見して、捨てに来た。さあ、そしたらですね、せっかく、ちょっと一旦ストップしよう。はい。なんか食べようとしてるね。盛られた料理を取る。何の料理だろうね。せっかくね、横にね、たくさんこう、何？なんかこう、パーティーっぽくなったので、ちょっと今回は、ね、みんな仕事を頑張ってね、行ってるんで、この、常田キング、常金ですね、常金。なんか、ちょっとかっこいい衣装があったんでね、常金にも衣装を着てもらいました。いい感じですね、常金。この常金のね、歓迎パーティーをやりましょう。常金歓迎パーティー。何ができるんだ？ハウスパーティー、ディナーパーティー、誕生日パーティー。誕生日はいないから、どうしようかな。ハウスパーティー、ディナーパーティー。ディナーパーティーかな。時間はもう見えないけど、もうディナーパーティーでいいや。ディナーパーティー行ってみましょう。これは、場所はここでいいんだよね。
主催者は男爵だけでいいか。てか男爵だけしか選べないのか。じゃあ上から順に。OK。で、サービス係。サービス係は、サービス係か。じゃあ、お嬢巫女さんにやってもらいましょうか。こんなもん ?OK かな ?OK。よーし、パーティーの始まりだ。さあ、みんな。ここに、待って、電話だ。一号さん、中川淳子を紹介してくれてありがとう。すごく素敵な時間を過ごせました。紹介したっけ？なんか前回電話かかってきて仲良くしたいけどって言ってただけのような気がするけど、一号が紹介したのかね。みんな変装してくれてるんだね。お、注文してる。さあみんな来い。来い来い。楽しもうぜパーティーを。来てる？みんな。あ、でもなんか招待する、招待しようか。なんか誰か子供が来てるね。三浦勝が来た。三浦勝が来たね。これ呼んだっけか。三浦勝は知らんもんな。さあどうぞ。今パーティーやってるんだよね。犬の。どうぞどうぞ、いらっしゃい。犬のパーティーやろうぜ。誰だ？劉備玄徳ですね。これはね、私が作った趣味の劉備玄徳と、ワルサー4号が仲良くしてますね。あれ、なんかもっとたくさん読んだのに誰も来てねえよな。あ、いや、いるいる。なんかいる。なんかいるな。サービス係。おい、サービス係が、くっちゃべりやがって。で、マックスパワーですね。あ、結構来てる来てる。ブラウン、サラさんもいるし、三浦勝も来てるしね。もうちょいいたような気がするけど、広すぎるな。さあ、じゃあですね。絶対足りんよな。じゃあ、ゲストを食事に呼ぶというのがありますんで、これディナーですね。ポンデキ、あ、ダメか。そしたらワルサー3号は、料理人なので、なんかクリアしたな今。料理をしましょう。みんなで食べられる、今日はそうだね、なんかリッチに、ブリガデイロ。ブリガデイロ作ってもらおう。で、大人数用の料理を作る。あ、これクリアできそうですね。話をする。同時に複数のチームにステレオを聞かせる。ほうほうほう。複数のチームに。ということは、多いな。パーティー中ぞ今は。常金のパーティー中ぞ。よし、みんなでね、聞かせようじゃない。聞く。あ、これグループ作ったりしなきゃいけないか。ちょっと待ってよ。ちょっとめんどくさくなってきたぞ。自由に動きすぎなんだよな、こいつら。ちょっとね、アクション。グループを作る。なんかちょっと適当に。3号料理中なんで、これでいいか。で、ちょっと聞かせましょう。聞く。一緒にキッズラジオ聞く。で、そうこうしている間に、忙しいな、パーティーもね。そうこうしている間に、料理ができて、早速ワルサーが食べようとしているので、これを食事に呼ぼう。あ、ラジオも OK っぽいね。じゃあラジオ聞くのやめよう。シムに同時に飲ませる。シムに同時に飲ませる。お酒を作んなきゃいけないってことか。え、ば、あ、なんか、おい、閉めんじゃねえよ、まだ。まだみんな頼んでないだろ。おお。すごいな、パーティーの途中なのに遠慮なく帰ってくな。ちょっと料理、あ、バーテンダーを雇うっていうのがあった。
回雇うか。みんな食ってよ。さあこれでバーテンダーが来るので、ドリンクの方はね解決できそうですよね。ちょっとみんなの笑顔でも見るか。ちょっと待って、食べ物何もないな。あ、コーヒーをね作ってあげたんだね今ね。でワンちゃんも来ました。あら可愛い。あ、怒った怒った怒った。いいじゃん、ちょっとぐらいな。ちょっとぐらいいいじゃんな。さあバーカンに人は来ましたかな。いないと。おいおい、雇ってなかったかさっき。さあ全部雇ったぜ、どんどん来い。今日は大盤振る舞いじゃ。来ないな。あ、でも片付けてる人がいる。あ、来た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 。さっきと違う人で、バーカンですね。バーカン、なんか臭いって言ってるな。ツネちゃんが、あ、ツネちゃんが不快だね。ちょっと待ってよ、ツネちゃんにどうしたのって聞いてみようか。あれ、もう閉めた。あい。お前雇ったのに閉めて犬と仲良くしてやがるな。この野郎。どうしたのツネちゃん。ツネキンどうしたんだい。トイレに連れてってあげましょう。トイレに行くように言うか、外に、出してあげるか。トイレに行きたがっているか。トイレに行くように言おう。行っておいで、トイレ。もうどこでもし放題だぜ、この家は。どこに行くだろう。ここここか。ここか、すっきりしたっぽいね。オッケーオッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、飛んだ今、こっからここまで飛んだね。置いとこ、飲食店の前だけど、もういいだろう。さあ、じゃあドリンクを、ドリンクを、ちょっと待ってよ、飲み物注文しよう。せっかくだしね、シースプラッシュでも注文いたしましょう。話をするっていうのもあんな。まだなんか臭いって言ってるね。お前か。あ、違うな、俺公衆トイレに行ったからか。あれか、裏にうんこがあるからか。裏にうんこがあるからか。あるね。あるね。あ、夜になって途端に雰囲気が良くなってきましたよ。さあシムに、同時に飲ませる。どうやって飲ませたらいいんだろうな。どんどんね、一人しか。どうしよう。どうしたらいい。注文するか。グループの飲み物を注文する。あ、これだこれだこれだ。タング&ジング、ジンク注文してもらいましょう。そしてダメだ、パーティーを楽しめてない。パーティーを楽しめてないし、こいつは寝に行こうとしている。もうダメだ、もうダメだ。ツネキン、うちに来てくれてありがとうツネキン。ね、みんなでお祝いしようぜ。あ、でもこれはこれで、これはこれですごく良くないかな、雰囲気。ほら、なんかちょっと待って、なんかめちゃくちゃ汚くなってない。あ、でも素晴らしい、素晴らしいのがいくつか。ん？
あ、終わった終わったか、終わっちゃったね、パーティー。男爵は寝てますと。で、ご飯はあるよね。あ、でもみんななんか残ってくれてるね。いいじゃんいいじゃん、この感じ。パーティーハウスっぽく、こんな感じでね、毎日を楽しく過ごしていけるっていうのはとても良いんじゃないか。あ、でもすごいな、本当にみんなめっちゃ残ってくれてる。劉備玄徳、え、マックスパワー、そしてブラウンサラ、ワルサー4号、ワルサー1号と、そしてバーテンダーと店員さんたちですね。あとはツネキン、前回仲間になったツネキンですね、ツネダキング。あとは、え、寝てそっか、なんか頑張ってたよね、君たちも。ありがとうよ、いかつい入れ墨が入った男よ、ありがとう。これせっかくなんでね、男爵には起きてもらって、ちょっとせっかくみんな来てるんで楽しませたいよね。あ、締めになって、今からが大事なのに。月光浴したって、みんなを楽しませましょう。ダメだ、向こうに行ってしまった。月光浴をしてあるってあるって、ここに月光浴してる場合じゃないよ。しますするか。すげえな、月光浴いいな。ちょっと月光浴終われ。みんながねいるからさ、楽しませたいんだよ俺は、みんなのことを。だがこれはだめだ、みんな帰っていく。なんとか楽しませたい、みんなを。こっちを向いてくれ。よし、歌歌おう。ポップな歌がいいよね。よし、聞かせてくれ。マーゾカラヤフィカラヴィルパブレイ、なんか悪くなってない。大丈夫、メシケトレーニーパソンルビーンリスレカンバーセンゼビトワメブレイゼザビンファハプ。だから一切無視の様相ですね、これはね。内心ブチ切れてんだろうね、これね。OKOK。そっちがそういう態度に出るなら、俺っちだって考えがあるぜ。ブリシャム、ワフェタブ、ヤクラ、バナッチ。ウシカのサラちゃんとちょっと話をしよう。美味しい料理について、うん、とても深い。マジで暴行の金塊。ダメだな、ポンコツだな、ポンコツだな。ちょっと様子見てみるか。ベノルフ・ヌルクス・インジャ・インジャ・ヘスパ。いや、ブラッド。ああ、ボリンゴ。Pleasey, Flubigord Threesa, Harpinoi, Nostage, Croaky Harpoon, Eva, Borbaloops. ちょっとあれだよね、今よく見るとかぶってるね、パーツが。ちょっと違うね。ん？ワン、これか。これが、これにみんな切れたのか今。
ちょっと許してやれって。多い友達になりましたね。ハゲ率が高い。ああ。やばい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 。ちょっと待って。やばい漏らした。これは困ったことになったぞ。バレるぞ。せっかくサラさんとね仲良くなったのに。きたね。屈辱。お漏らしをした。我慢しすぎてお漏らしをしてしまいました。なんて恥ずかしい。いやーでもあるよね。あ、だいぶショック受けてるね。あるよね。そういうことって。おいおいおい。ちょっと太ったかな、もしかして。なんか体がこんな体型だったっけ。おいおい、楽しくなってきたね。だから唐突に思い出す。お漏らししたことを唐突に思い出す。さあみんなはどうなった？やだ。待って、ワンちゃん、それは飲んじゃダメだ。ああダメ。ちょっと、お前、ダメだ。これなんか、水溜りで遊ぶことにお説教する。ダメだぞ。それは水溜りでもない。さっき、男爵が、ほら、お、片付けちょっと後にしようぜ。それはな、さっき男爵が、お漏らしをしたものなんだ。ツネキン。おしっこで遊んじゃダメだ。喜んでる。 OK かな。ちょっとブラッシングしてほしいみたいな。水モップがけに夢中。モップがけしてみよっか。大地をモップがけして何か効果あるか分からんけど。何これ、毛の山を掃除する。ブラッシングとかも必要なんだね、これね。ちょっと待って、ブラッシングあるかな。ペットの世話ありそうだね。服、ん？ないじゃねえか。ないじゃねえか。トレーニング、お座り。あ、こういうのもあんだ。意地悪、フレンドリー。ちょっとせっかくなんで、水たまりの水を飲むことにお説教しておきましょう。ダメだ、パーティーしたせいで、なんか、いろいろボロボロになって、ちょっとお説教してて。で、ここもさ、そもそもずーっと汚いまんまなんだよね。で、ティーメーカーも壊れて、さっき見たんだけどさ、ここにさ、この高いところにさ、ミンティーモカカップケーキ、おじょみこさんが作ったやつがあるんだよね。ここで作って、ここに置いたのかね。なんということをしてくれました。あれ、ん、何、怖い。何ブラウンサラの後をつけ回してんだよお前。あと動物病院の先生になるんだよ。ダメだろ。ベントスウェイブ。あ、怒った。やばいよ。怒らせるとやばいよ、ツネキンは。ちょっとツネキンと、キング落ち着かせよう。サンゴはちょっと、料理人なんで、料理作ってて。たくさん食べれるやつを作っててよ。あ、間違えた。こっちか。1号に作らしちゃったね。じゃあ、いっか。1号にも、3号にも、作らせましょう。腐ったら、捨てよう。よく寝るぜ。あ、
なんか静かと思ったらこっちももう爆破寸前になってんじゃん。仕方ねえな、怖いなこれ修理するの。でもね、音楽はねないとやっぱダメなんで修理しましょう。あ、間違えた、3号になってる。これ難しいな。修理する。そうだね、せっかくなんで男爵には修理を覚えてもらうか。屈辱、おもらしをした。まだ引きずってるね、昨日おもらししたこと。お、いいね、一緒に料理作って。パーボー仲良く汗が臭いって言ってんな。拭いてもいいんだぜ、テーブルは。テーブルは拭いてもいいんだぜ。さあ、屋台もそこまで、てか誰も注文してないよね、さっき屋台。ん、何、男爵の仕事が約1時間後に始まります。今日はどうしますか。お、そらあれだよ、自宅で仕事するよ。キャンペーンのインターンに昇進しました。男爵はキャンペーンのインターンに昇進しました。時給が11シモリオン上がったことで1時間につき合計28シモリオンかけ稼げるようになりました。男爵はさらに次のボーナスを獲得しました。ボーナスいいですね。で、この仕事がやってきたわけか。どうした、ぼんやり。え、重度重度のやけど。危なかった、しばらく電子機器をいじるのはいじらない方が良さそうだ。ちょっと怖いな、これ死んだりするんだよね。治ってない。わかったわかった、ちょっと今回だけ特別にね修理サービスやと。で、じゃあ今日はちょっとあれだね、パーティーも終わったので、なんかもう周期走ってるけど任せるぜ。そんだけ人数いるんだから仕事をして終わりましょうかね。キャンペーンのインターンなのでなんかよくわかんないけど、なんか政治家、政治的な仕事をしてるんだよね。右か左かについて議論を始める。そして、政治的なストリートアートを描く。ストリートアートか、ストリートアートだと、ちょっと右か左かを誰かと話すか。あれ、たくさんいなかったっけ仲間たちは。よし、チミだ。ちょっと待って、ストップ。チミ、政治的な質問、フレンドリーかな、これだね。右寄りの議論をする。右か左かってこういうことか。よし、行ってみよう。ぼんやりしてるけどね、ぼんやりしてる。重度のやけどってぼんやりしてる。サムゾーグブリープ。あ、すっげえ仲悪くなった。男爵は二度と政治的な見解が、ちょっと待って、ベルバシュルザバーブブスプ。ダメだったんだね、合わなかったんだね。ああ、政治的な見解が君とは合わなかったか。嫌がってるもんね。すいません。すいませんね。すいません、いいですよ、ゴミ捨ててきて。政治的なストリートアートを描く。ストリートアートをじゃあ描かなきゃいけないってことだよね。なんかぼんやり、もうぼんやりしてるけどね、やけどして。ここにも火種がね、やけどしそうなのがあるけど、ストリートアートは確かどっか別のとこなんだよね。だからちょっと出かけて今日のね仕事を終わらせましょう、これで。出かける。よし、常剣じゃねえや、常金とね一緒に出かけよう。カップケーキはいいや。さあ、舞い降り立ちました、カスバギャラリー。たくさん人もいますけどね。まず、仕事終わらせましょう。これだね、多分ね。ちょっと待って、見てみよう。なんか、
薄汚ねえな削除しよう。ぼんやりしてるけど。早い早い、ウルトラ。ちょ、待って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 、食べ物。いや、すごいな。いや、腹減ってんだろうね。でもね、仕事が先なんだよ。これだ、政治的なストリートアートを描く。行きましょう。見してくれよ、男爵の政治ストリートアート。 GO! なんか始まった。フリーマーケット、フリーマーケットが街にやってきたってきましたね。どうした？犬の近くでスプレーはなんかまずい気がするぞワンちゃんごついな。あ、どこ行った一瞬でどっかに行った。ストリートアートを描いてる途中に限界が来ました。お腹が空いて、膀胱の限界、そして睡眠疲れ切ってます。不愉快な状況、環境、空腹ね、アクティブな区画に戻るということで帰宅していきました。勝手に終わんなかったね。まさか終わらないとは思いませんでした。あれ、いる。一旦帰ろう、一旦帰ろう。さあ、残念ながらストリートアートは終わりませんでした。というわけで、ちょっとここはなんか対策を取りましょう、今後。はい、今回はね、もう限界なので、男爵が限界なので、この辺りでお別れいたしましょう。また次回ストリートアートでお会いしましょう。それじゃあ皆さん、ありがとうございました。